はい、こんにちは。ジクサ東京で監督をしております、横地浩介です。よろしくお願いします。今シーズンのまずスローガンですけども、全力という言葉をスローガンに掲げました。非常にシンプルなスローガンなんですが、これは選手とともに、考えたスローガンで、とにかく、ディフェンス、速攻、攻撃、バックチェック、すべての局面において、一人一人が全力を尽くして、ハードワークして、勝利を目指して戦っていくということで、このスローガンにしました。とにかく、全員が同じ目標に向かって、一戦一戦、全力を持って戦っていこうと思います。よろしくお願いします。注目の選手ですが、背番号3番のベイク・アダム・ユーキを挙げさせていただきます。彼の、スケール豊かな攻守で、チームの中心として今シーズン、活躍を期待しております。以上です。はい、ディークスター東京橋本です。よろしくお願いします。今期の目標は、まず優勝することです。昨年よりやっぱ選手の補強をしたことにより、選手、チーム力も上がっておりますし、戦力も、昨年よりも、上がっているので、そこはあとは目の前にいる相手に対して100%戦って、一個一個勝って優勝をつかみ取ることです。僕たち、ジークスター東京は、応援してくださる皆様に、熱い戦いをお送りすることと、あとは見に来てよかったなと感動していただけるような試合を1年間通して、していきたいと思っております。チーム一丸となって頑張りますので、よろしくお願いします。